スリベン州は、ブルガリア南東部に位置する州。スリベン州の基礎自治体この地には、トラキア人、ローマ人、古代ギリシャ人、スラブ人などが住んだ。ローマ帝国の最初の集落、トゥイダは、紀元前3世紀にこの地方に設置され、交易拠点となった。スリベンの町は1153年に、アラブの交易省イドリースイーによって混流された。州。 の人口はおよそ13万人で、2001年の調査によると、その11.2%がロマである。これは、ブルガリアの州としては最も高い、ロマ人口比率である。スリベンは、大仙海、シニテカムニの麓に位置し、ミネラル宣言に非常に近い。スリベンは綺麗な空気と綺麗な水、暖かい冬と涼しい夏の街として知られている。スリベン州には、 シニテカムーに国立自然公園がある。道地には、ハルカタと呼ばれ、伝説によると魔力を持つというアーチ状の奇岩がそびえ立ち、この地方のシンボルとなっている。この地には他にも数々の奇抜な自然の造形が見られるズメビルプキ洞窟などもある。また太古の海岸が進化した森林もある。自然公園には多様な動植物賞が見られ、選手を超える植物、 235種の無脊椎動物、8種の魚類、9種の両生類、9種の爬虫類、165種の鳥類、34種の哺乳類が生息している。急瞬な傾斜地が連なる山階の標高は290メートルから1181メートルであり、ボラと呼ばれる北、北北西からの風はこの地方に典型的なものである。自然公園の中には多くの川が流れ、 多くの急流、淵、滝などの地形を形成している。ありがとうございます。